リボンチャンネル。人生で初めて告白された。ヨミヤ君にも前に似たようなこと言われたけど、あれは告白じゃないよね。緊張して朝早く来すぎちゃった。まだ誰も来てない。チユ、おはよう。ガオ君、昨日のこと考えてくれたか。いきなり、ちょっと急すぎて。俺のどこが嫌？こういうとこだよ。ガオ君、ちょっと距離感が。あ、チユ真っ赤。そりゃ赤くなるわ。ヨミヤ君、あのこれは。仲いいね。あれ、もっと怒るかと思ったのに。あ、っていやいや、ヨミヤ君関係ないし。あいつがいるからダメなのか。え？サクヨミヤ、who is his classmate, is a vampire. One day, when she fell back to... ヨミヤ君、様子おかしいと思ったけど、気のせいかな。次、山吹さん、難易度上がりますよ。Do you help him?By giving her blood. すごい、イケメンで頭もいいんだ。へえ、意外。それよりヨミヤ君、やっぱりなんかしんどそう。お昼どこで食べる？どこ行ったんだろう。昨日も血吸ってないのに。チユ、ガオ君、助けてくれ。ガオ君、どこ？女子苦手らしいよ。かわいい。ワイルドっぽいのに頭いいのもギャップ萌え。女子の匂いで息できないし、なんかすごい勢いでモテておる。こっちかな。最後まで動画を見てくれてありがとう。ポシュ、チャンネル登録よろしくポシュ。グッドボタンやコメントも待ってるポシュ。リボンチャンネルは毎日更新中。これは毎日見るしかないポシュ。次の動画も見てね。